ハリー・デクスター・ホワイトは、アメリカ合衆国の官僚、ソ連のスパイ。フランクリン・ルーズベルト政権の財務長官である、ヘンリー・モーゲンソーの下で、財務次官補を務めた。リトアニア系ユダヤ人移民の両親の下、マサチューセッツ州ボストンで生まれた。高校を卒業後、職に就き、その後1917年に、アメリカ陸軍に中尉として入隊し、 第一次世界大戦に従軍する。期間後の1924年にコロンビア大学に入学し経済学を学ぶ。その後、スタンフォード大学を経て、ハーバード大学とローレンス大学で経済学の助手として勤務した後、ハーバード大学の大学院に入り、1935年に博士号を得ている。1932年1月にラフリン・カリーラと共に作った覚え書きは、 財政政策においては、ケインジアンの先駆け、金融政策では、マネタリストの先駆けと評されている。第二次世界大戦が勃発すると、ソ連援助を目的とした武器対応法の法案作成に参画し、これは1941年3月に成立している。1941年11月17日に、 日米間の緊張除去に関する提案を財務長官ヘンリー・モーゲンソーに提出。モーゲンソーは翌18日にこれをフランクリン・ルーズベルト大統領とコーデル・ハル国務長官に提出した。これがハルノートの原案であるホワイトシアンとなり大統領命令によりハル国務長官のハルシアンと並行して国務省内で日米協定案とする作業が進む。 25日に大統領の言明により、ハル長官は、ハルシアンを断念。この、ホワイトシアンに沿って、いわゆる、ハルノートが日本に提示される。この、ホワイトシアンの採択には、カリーとその名優であるオーウェン・ラティモアの暗躍があった。ブレトン・ウッズ協定及び、国際通貨基金の発足にあたって、イギリスのケインズ案とアメリカのホワイト案が、英米両国の間で討議されたが、 IMF はホワイト案に近いものとなり、以後世界ではドルが基軸通貨となる。1945年、大祖100億ドル借款案が、盲言総財務長官を経て、ルイズベルト大統領に渡っている。盲言総プランでは、ドイツから全ての産業を取り去り、戦争ができない農業国にするよう提言した。戦後、共産主義者であると告発を受けた。 1948年の夏に、海運非米活動委員会において、ィテカー・チェンバースとエリザベス・ベントリーが、ソ連の NKGB の在米責任者、ボリス・ブコフ大佐指揮下の秘密工作機関について知る、限りを証言。その中に、彼の名前があったため、非米活動委員会に召喚された。委員会において彼は、自分がスパイであることを否定した。 海無非米活動委員会に出席した3日後、ニューハンプシャー州の自分の農場にて心臓発作により死去。これはジギタリスの大量服用による心臓麻痺で自殺だったと言われている。ホワイトはソ連軍情報部の協力者であったことがベノナ文書により確認されている。1941年、ルーズベルト大統領時代のアメリカ合衆国の財務、時間補として、 ハルノートの草案作成に携わった。この頃、ソ連軍情報部と接触し、スノー作戦という工作に関係したとされる。ソ連の内務人民委員部で、米国部副部長を務めたビターリー・パブロフの証言によると、スノー作戦の際、ソ連軍情報部のイスハーク・アフメーロフが、ホワイトと接触した後、ビターリー・パブロフは、アフメロフの友人として、ホワイトに接触。 メモを見せたという。パブロフの証言によれば、アメリカの力を対独戦に向けさせるため、ホワイトに接触して、日米戦争を回避するプランを提供することが、スノー作戦であり、当然ながら、ホワイトが関係したというのはおかしい。無論、ホワイト自身は工作対象であって、スパイではない。パブロフは、ホワイトを引き込むことはしなかった。なぜなら、我々の財務省には、 さらに二人のエージェントがいて、対外情報に必要なすべての情報をくれていたからです。情報源としてのエージェントはこれ以上我々には必要なかったとしている。ホワイトは、グルーの米国駐在部代表であるボリス・ブコフ大佐が運営する協力者の一人であったが、後に、その所属はグルーから NKGB に移管されたという。1953年11月6日、 ハーバート・ブラウネル・ジュニア司法長官は彼を名指しで、ソ連のスパイであり、米国の機密文書をモスクワに渡すために、他の連絡要員に渡していた、と述べている。ありがとうございます。